あなたの食べているものはインカが発祥？ようこそ、ナビゲーターのルカです。インカ帝国は品種改良を研究し太陽を観測していた。そんな驚きの発見が最近になって続々登場しています。インカ帝国は南アメリカのペルー、ボリビア、エクアドルを中心にケチュア族が築いた国です。15世紀から16世紀にかけて栄えました。公用語はケチュア語でしたが、文字文化を持っていませんでした。その代わりにキープという結び縄による数字表記が存在していました。このためインカ帝国では納税などの徹底的な統治体制や歴法などの高度な技術が発達していました。首都は標高3400メートルほどに位置するクスコにありました。標高3400メートルというと、世界遺産に登録されているインカ帝国の遺跡マチュピチュよりもさらに1000メートルほど高い場所になります。クスコの市街地は1983年にユネスコ世界遺産に登録されています。見どころとして有名なのはクスコの石組みです。これは巨石が複雑に組み上げられた石壁や石畳の道で、現代技術をもっても再現できないその作りは失われた技術、ロストテクノロジーと呼ばれています。今日の理解をはるかにしのぐとも思える技術を持っていたインカ帝国、その前身となった王国がクスコ王国です。1200年頃にケチュア族が作った小規模の都市国家として成立しました。1438年に即位したパチャクテクはアンデス山脈のほぼ全てを制圧しました。パチャクテクとはケチュア語で世界を震撼させるもの、世界を作り変えるものという意味です。そして彼は王国を連邦制帝国に再編します。この連邦制帝国は北西部のチンチャイスーユ、北東部のアンティースーユ、南西部のクンティースーユ、南東部のコジャスーユからなる4州政府とインカをいただく中央政府からなっていました。カチャクテクはまた本拠地か離宮としてマチュピチュを建造したとも考えられています。彼の在世中にクスコ王国は帝国へと発展していきます。栄華を極めた16世紀初頭には支配領域が現在のチリ北部から中部、アルゼンチン北西部、コロンビア南部にまで広がっていました。領民は80の民族にわたり1600万人の人口を抱えていました。帝国は1533年にスペインのコンキスタドールによって滅ぼされるまで200年間続きました。モライ遺跡。インカ帝国は文字を持っていなかったため記録が少なく謎が多く残されています。例えばモライ遺跡。モライとはケチュア語で丸くへこんだ場所という意味です。ミステリーサークルを思わせるこの巨大な同心円状の台地は高地に存在しているというだけではなく、アンデスでも珍しい作りになっています。その見た目からギリシャの円形劇場の同類だと主張する考古学者もいます。今のところ有力な説はインカの農業試験場として利用されたという説です。平原部分とすり鉢状になった遺跡部分の温度差は最大10度あるそうです。さまざまな気候や気温を想定しながら農作物を試験的に栽培していたのではないかと考えられています。大地は下に行くほど温度が高くなるため、インカの司祭は農作物の品種改良を研究していたと考えられています。トウモロコシやジャガイモなど約 60% に上る品種改良された野菜の起源はアンデスにありますが、その技術もインカ帝国に由来しているのでしょう。なぜインカ帝国はこれほどまでに高度な農業技術を持っていたのでしょうか。来るべき自然災害に備えたのでしょうか。爆発する人口を養うために画期的な農業技術を開発しようとしたのでしょうか。いずれにせよ山中に巨大な台地を作り上げた技術には驚きますね。ここで一つ疑問が湧きます。モライ遺跡が農業試験場だとすると、最も低い場所の排水はどうしていたのでしょうか。巨大な台地で栽培する作物は大量な水を必要とするはずです。
その水は最下部にたまって大きな池になってしまうのではないでしょうか。とすると本当に農業試験場なのでしょうか。今のところそれを説明できるような説はないそうです。3体のミイラ、1999年のこと。アンデス山脈にあるルライラ湖山で3体の子供のミイラが発見されました。発見された場所はインディオの石壁と呼ばれる囲いの中でした。3人のうち最年長の推定15歳の少女のミイラは非常に良い状態だったといいます。研究チームはこの少女をラ・ドンチェラと名付け分析を進めました。ラ・ドンチェラとはスペイン語で乙女という意味です。ミイラの顔には赤い顔料が塗られ、コカの葉が入った袋を持っていました。コカの葉はインカの人々が神聖なものとして吸っていましたが、高山病の着付け薬としても服用されていました。彼女たちはトウモロコシが原料のチチャと呼ばれるビールのような酒を摂取してから祭司らと共に山への巡礼を始めたとされています。その後ルライラ湖山の標高6730メートル地点に到達すると、祭司たちが痛みと抵抗を抑えるためのチチャ酒とコカの葉を与え、子供たちを講習しました。ラ・ドンチェラの校内からは死の恐怖心を少しでも和らげようとしたのか、コカの葉が噛みかけの状態で見つかっています。意識を失ったまま眠るように凍死したと推測されています。またミイラ解析の結果、結核に似た細菌の肺感染症にかかっていたことが判明しています。スペインの宣教師が執筆した当時の文献によると、パパコチャというインカ帝国のイヤサカを称える生贄の儀式に子供3人が参加していました。このことから今回発見された彼らはその子供たちだと推測されています。当時のインカでは人間の子供が最も純粋であると考えられていました。そのため飢饉や皇帝崩御の際には帝国の発展と繁栄を願って太陽神に子供たちを捧げるという風習がありました。生贄となった子供たちは神の国に派遣された大使として尊ばれたそうです。彼らは精巧な装飾品や上等な衣服を着せられ、100以上もの装飾品とともに埋葬されました。死後には村を守る神のような存在として信仰の対象になりました。考古学者ヨハン・ラインハルト氏は、生贄となった子供たちは怯えてはいても誇りに思っていたかもしれないと述べています。謎の13の塔。インカ帝国はチャンキロ遺跡と呼ばれる古代遺跡を残しています。チャンキロ遺跡は砂漠の中に広がる数平方キロメートルの広場です。さまざまな建造物がありますが、最も有名なのは立派な城壁と門を持ち、丘の上に建てられた砦のような建造物です。とりわけの謎は13の塔と呼ばれる塔です。炭素同位体による年代測定から13の塔はインカ帝国が栄えた時期よりも古く、2300年前に建造されたことが分かりました。南北300メートルにわたって歯のように並ぶこの塔は何のために存在していたのか誰も知りませんでした。その謎が解明されたのが2007年のこと。当時のエール大学の院生だったイヴァン・ゲッツィスとレスター大学のクライブ・ラックル氏の調査により、この塔はアメリカ大陸最古の太陽観測所であることが判明したのです。塔の近くには儀式に使われた形跡のある場所があります。この場所から日の出の時刻に塔の並びを見ると、一番左の塔が夏至の太陽、一番右の塔が冬至の太陽と重なることが分かりました。日の入りを観測する場所も見つかっています。インカ時代の建物の配置は日の出や日の入りの方向と密接に関わっています。これはピラミッドも同じです。古代の人々が感じていた自然に対する畏敬の念がいかに深かったかを伺えますね。古代インカの人々は太陽を神として崇め、インカ帝国の皇帝は
自らを太陽の子孫と称していました。ゲッツィ氏らは観測所を建てて季節を把握できた者こそが権力者になることができたのだろうと考えています。ただし太陽を観測するためには膨大な天文学知識が必要です。2300年前に観測所が完成したとすると、さらに古い時代から少しずつ積み上げられてきたデータがあったということになります。21世紀はほぼ全ての情報が短時間で獲得できる時代です。2300年前に太陽観測の基礎知識を得ようとするならば、それに500年から1000年もの長い年月がかかったはずです。このことからゲッツィ氏はチャンキロが栄えた当時、すでに天文学が発達していたことがわかります。天文学の起源はさらに古いはずですと述べています。インカ帝国の国教は太陽神信仰であり、太陽神への信仰に支えられて文化の発達を遂げたことは知られていますが、紀元前4世紀に古代インカ人がなぜこのような建造物を作り上げる技術を持っていたのかは明らかになっていません。インカの人々は想像もできないほど昔から太陽神に近づこうとしていて、自らを神聖なものとしようとしていたのかもしれません。もしもインカ帝国の思想や技術が現代に受け継がれていたならば、今日の文明とは根底から違っていたのでしょう。しかし遺跡や品種改良された野菜は現代の私たちに確かに残されています。私たちはインカ帝国の謎を追うことによって彼らの思想や技術を解明し、それを未来の教訓としていくことができるのですね。